米男子ツアーのザ・ジェネシス・インビテーショナルは18日、米カリフォルニア州のザ・リビエラ・カントリー・クラブ、7322ヤードパー71で最終ラウンドが行われ、松山英樹が9バーディ、ノーボギーの62を叩き出し、通算17アンダーで KJ。ちょい、ハン、お抜き、アジア勢最多となるツアー通算9勝目を飾った。 タイガーウッズのホスト大会で優勝できたのは特別この大会で優勝することは目標の一つでしたしタイガーがホストになってからなおさらそういう気持ちが強くなりました今日一緒に写真を撮りたかったですが残念でしたウッズはインフルエンザにより第2ラウンドの途中で棄権アジア勢最多の9勝目8勝目から怪我などで長く感じていましたし トップ12入れ相撲優勝はできないと思ったこともありましたが、こうして優勝できて嬉しいです。KJ さんの8勝を超えることは目標の一つだったので嬉しいです。マイナス15番と16番について、15番のティーショット、セカンドともに完璧なショットが打てて、バーディーが得れて良い流れで16番に行けました。16番のティーショットは5ヤードくらい右に出ましたが、結果的についてくれたので良かったです。 優勝できると思っていたか、ショットも不安が大きかったですし、逆にミスショットが出ると思ってプレーしていたので、それが良かったのかなと思います。今日はキャリアでベストのラウンドだったか、ショットの型がいつも良いのでそっちで評価していますが、今日はパッティング、ショートゲームが良くてこのスコアなので評価は難しいですが、日曜日にこのスコアを上位で回っている状況で出せたのは自信になります。 どんな風に祝福するか、今日の夜はもともといろいろな友人と食事する予定だったので、いいディナーになると思います。背中の状態はどうか、背中ではなく首が痛くてショットに影響はありましたが、今年に入ってからは落ち着いていて、寝るときも不安なく寝られています。そういう意味では、もう少ししたら上位で戦えるのではないかという雰囲気は感じていました。ウォーミングアップはプレーに影響するか。 全くしないと思いますし、今日の朝の練習で、ショットは良かったですが、1番、のティーショットはとんでもないショットだったので、朝の練習は参考にならないと改めて思いました。マイナス17番のアプローチ前にボールが動いたと聞いたが、全く気づいてないです。マイナス18番でガッツポーズが出た。リビエラのオーナーさんが日本人ということもあって、 僕も親しくさせてもらっていて、そういう意味ではここで勝つことはすごく嬉しいです。オーガスタとリビエラは似ているか、似ているということは全く考えたことがなかったです。丸山茂樹さんに8勝目を抜くように言われたのはいつ丸山さんの3勝を抜いたときに、早く KJ さんの8勝を抜いてくれと言われました。抜けて嬉しいですし、丸山さんに報告しようと思います。